こんにちは、日野です。今日は2023年の5月の29日になります。5月があと3日間ということで早いですね。早いなということを思いますけれども、今日は雨ですね。昨日は日曜日だったんですけれども天気が良くて、で久しぶりにちょっと一人で、京都に出かけまして、いろいろちょっとしたいこともあったので、午前中は本物研究所さんのコラムを今3回連続で書かせていただいているんですけれども、その3回目を締め切りがもう間もなくというところで、その原稿をちょっとね、書くのに午前中と、夜もちょっと書いてたんですけれども、大方8割ぐらいはできたかなというところで良かったんですけれども、昼から気晴らしに一人で久しぶりに京都行きまして、京都って言ったらもう僕は一人で行くと御所に行ってしまうんですよね。京都御所というの、御所ですね。そこ広々としててすごく気持ちがいいので、昨日天気も良かったので、ちょうどのんびりベンチに座って読書を2時間もしてないですかね、1時間半かぐらいはゆっくりさせていただきました。その前に新進堂というところ、近くに御所の南ぐらいのところの寺町通りっていうところに新進堂というパン屋さんがあるんですけれども、そこにイートインコーナーがありまして、そこだとね割と空いてるんですよね。ランチとかの方だといつも混んでるんですけれども、そこを、ちょっとパンを、塩パンっていうのを一つだけ買って、で昨日は結局それを1個食べただけで、ちょうどダイエット的にもなってよかったなと思うんですけれども、昨日1日で 2.2 キロ減りましたね。なんか知らないですけど、ちょっと、どうなんだろう、そんなに減ることがあるのかなと思うんですけども、それだけですね。パン口にして、あとは水分は取っていましたけれども、そんな感じで 2.2 キロ減ってましたね。で、それでもまだ58キロ台、58.0 かな、なんでもうちょっと下げたいなっていうところなんですけれども、今日も固形物は取らずに行こうというふうに思ってます。57キロ台にはしたいなというところですね。つい先日ですね、須藤理恵さんという吉本のお笑い芸人のコンビを組んでいる方が亡くなりましたよね。で45歳ということで、非常にお若いと。で死因については非公表ということですので、正直ですね、どこまで、真実ってわからないんですけれども、非公表ですから、いろいろと勘ぐってしまうというかね、何かあったんじゃないかなということを思うんですよね。ただの病気だと、45歳若いですし、5月の、確か2週間ぐらい前にも、舞台には出ていたということですので、2週間前か3週間前かだから、急に亡くなったっていうことが言えるんじゃないかなと思うんですよね。で、その吉本興業っていうのは注射を、接種を推進していたんですよね。河野出馬太郎氏っていうか、河野さんって言いますけれども、ワクチンの元担当だった人ですね。その方がですね、一緒に吉本と組んでというかで、宣伝しているというか、若い人たちに打ってもらおうということでやってますし、2021年の段階でしてますね。で、吉本興業の人たちもですね、2021年の7月2日までには接種を、みんな1回目はさせますみたいなことを言ってますので、いわば職域接種でほぼ全員が同調圧力というか、そういうものでせざるを得なかったんじゃないかなと思うんですよね。もしかしたらしてない人もいるかもしれないですけれども、大方普通では普通の流れとしてはせざるを得ない状況だったと思います。ですから、その須藤さんも当然ながら多分打っていたと思いますし、僕の感覚ではですね、近反者では3回接種してるんじゃないかなということを思うんですよね。ただ、その
亡くなった原因としては、病死というよりは病死ではないと出るので、まあ、自ら命を絶った可能性があるんじゃないかなと。それに反応があるので、まあ、禁煙反射としてね、まあ、わからないです。正直わからないですし、間違ってるかもしれないですし、正直、うかつなことはね、あまり言えないですけれども、まあ、その可能性もある。まあ、死因が非公表であるということからして、その可能性もゼロではないなということを思いますね。まあ、いずれにしろね、ご冥福を心からお祈りしたいなと思うんですけれども、まあ、45歳、本当に若いなというふうに思いますね。で、その前は、小川直久さんというプロサーファーの方が51歳で亡くなっていますし、その方は癌だったということなんですけれども、注射もね、接種3回、僕の感覚ではしていたんじゃないかなということを思うので、癌の手術をした後に3回接種しているということを考えると、まあ、そのブースター癌とかね、言われてますけれども、癌が促進されるというね、可能性があるっていうことも指摘されてますので、そういったことを思えば、注射の影響も少なからずあったんじゃないかなと思いますね。その小川さんにしても。で、須藤理恵さんにしても、その注射によって、精神的にこう、まあ、自ら命を絶つとしたならばですね、したとしたならばわからないですけれども、その場合はやっぱり、精神的にね、こう、うつ状態、かなりのうつ状態になっていたんじゃないかなということを思いますし、そう考えると、その注射がですね、そういううつ症状、精神的な疾患を起こすとも言われているんですよね。だから無関係ではなかったんじゃないかな、注射と。脳に炎症が起きて、結局脳にダメージがいってしまう。まあ、それによっていろんな精神疾患とかうつとかも起こりやすくなる。まあ、起こる時もある。まあ、全員が全員ではもちろんないですけれども、そういう風になる可能性があると。精神的になんか接種してからおかしくなっていく、なんかうつ状態だっていう方もやっぱりツイート見ているといらっしゃるんですよね。ですからそういうことを考えると、そういう状態、注射によってそういう状態になって最後は自ら命を絶ってしまった可能性が、ね、あるのかなと。まあ、これはあくまで一つの妄想であってね、事実では全くないんですけれども、まあ、そういう可能性があるのかなというところですよね。まあ、ですからそういう意味では、注射の影響っていうのはね、いろいろ出てきているっていうのがありますし、まあ、子供の今3回目の接種っていうのも始まっているというところですから、まあ、一人一人が情報を取って判断をしていくことがね、必要になってくるなっていうふうに思っております。ということでね、ちょっと長くなりましたけれども、今回は以上になります。ありがとうございます。